森唯斗、行く。DeNA の森唯斗投手が、古巣相手に移籍後初の先発登板も、2回3分の2を6安打5失点と試合を作ることができずに降板した。森唯斗は初回こそ3人で抑えたが、2回1アウト1、2塁で下位に先制のスリーランホームランを被弾。3回には1アウト3塁から栗原にライト前へタイムリーヒットを許すと、なお2アウト1、2塁では柳町にセンター前へタイムリーヒットで2イニング連続で失点。相手の勢いを止めることができずに、ここで交代が告げられた。ユアンは、昨オフにソフトバンクを戦力外となり、DeNA へ移籍。ここまで中継ぎで6試合に登板。4月26日の巨人戦、横浜では2番手で登板し、1回の安打無失点で移籍後、初勝利を挙げていた。ベイスターズは、消化試合しているかもしれないです。このままでは、3位にも入れないと思います。中継ぎでも大量失点した試合があったので、先発で起用すること自体、間違いだったように思います。本当、素人の皆が森では無理だと試合前から分かっていたのに、なぜ先発？悪いけど、森にしても、高橋礼にしても、ホークスはもう使うところがないと判断して放出した投手。三浦監督、オープン戦も滅多打ち食らった森唯斗先発で勝つ気なし。野球の神様も見放しますよね。監督はファームの試合を一度でも視察したことあるんですかね？森がどうこうというより、チームが終わった感じしますね。おそらく今年は最下位で間違いないかと。戦力外から拾いましたよね。パリーグで通用しなくなった結果だと思うので、交流戦で先発させるのはどうかと。唯斗にはホークスファンとして本当に感謝しているが、悲しいけどやはりもう厳しいかな。こんな状態で、ソフトバンクには必要外だった理由がよくわかります。来季は、米にも戦力外通告される、